ドミトリー・ドンスコイは、ロシア帝国海軍の原則砲装甲艦。同系艦はない。艦名は、モスクワ大公のドミトリー・ドンスコイに由来する。本艦は、ロシア帝国海軍が、自国の沿岸防衛のために建造した、装甲艦である。写真は近代化改装後のドミトリー・ドンスコイ。本艦の基本構造は、 平ら板型船体に3本のマストと日本煙突を持つ装甲フリーゲートで、艦首水面下に昇格を持ち、船体中央部に船橋を持つ。環境の背後には日本煙突が立ち、船体中央部の方角部に主武装を左右均等に配置していた。1894から1895年には近代化改装が施され、機関を強化して、 搬送設備を撤去し、マスト状に3.7センチメートルから4.7センチメートルクラスの速射砲を配置した見張り所を設けた。日露戦争において日本海海戦に参加。領艦が次々に撃沈、打歩される中で最後まで戦い、最後は移領島付近で自鎮して上院は同等に上陸後捕虜となった。1916年。 日本側が引き上げ事業を計画したが頓挫。第二次世界大戦後の韓国でも1981年に、都人実業が、1998年からは、倒産寸前の東亜建設が引き上げを計画したが、実現しなかった。2018年7月15日、韓国の建設、海運業者シニルグループは、移領有からし道里から1 3トル離れた。 水深434メートル地点でドンスコイを発見したと発表。ドンスコイは金貨や金塊5000箱など150兆ウォンを積載していた宝船であるとして話題となった。しかしながら、この計画の資金源はシニュルグループドンスコイ号国際取引所がドンスコイに積まれている金貨を裏付けとして発行する仮想通貨。 シニルゴールドコインの販売によるものであり、通貨購入者らは、船が引き上げられる保証の金塊があるという証拠もないとして、同年7月21日までに、シニルグループ詐欺被害者の会が立ち上がった。10月15日、韓国警察は、シニルグループが、出資金を集めたことは詐欺であるとして、元副会長ら2名を逮捕。 行方がつかめない実質的経営者を国際手配とした。なお、積まれていたとされる金品に関しては確実な情報があるわけではなく、また、なぜ戦闘艦に、しかもスペースの少ない巡洋艦にそれだけの金品が積まれていたのかと、様々な物議を加盟した。日本も引き上げに失敗した、ロシアの宝船、韓国企業、移領東海域で発見。 中央日報、2018年7月23日閲覧。軍艦、ドンスコイ近海詐欺、投資からが被害者の解決性。朝鮮日報、2018年7月23日閲覧。沈没船に近海15兆円分詐欺で二人逮捕。日テレニュース24、2018年10月16日、閲覧。ありがとうございます。